あ、すみません。あ、バイト面接の方ですか。あ、はい。あ、いや僕もここで待っとけって言われて。あ、あ、あ、15時から面接で。あ、あ、15時からですか。はい。あ、15時からですか。15時からです。僕その後かもしれないですね。あ、そうなんですか。これってあれですかね。はい。あの、え、僕らが、ど、え、ど、どういうことですかね。二人とも募集してたんですかね。あ、複数人ですかね。はい。面接は一人ずつですよね。すみません、もう一回やりましょう。面接って一人ずつですかね。ああ、どうなんですかね。もう ぼちぼちですかね。ですかね。気まじい。ああ、気まじい。あ、はい。あ、あ、僕です。はい。あ、あ、お願いします。ああ、気まじかったー。ああ、気まじかったー。なんか、どっちかが落ちるんかもみたいなことを思うと余計気まじかった。なんか探り合いみたいななんて、なんか初対面の人やねん、なんかライバルみたいな、なんかそんななんか雰囲気出てもうて気まじかった。ああ気まじ、一回聞いたことええって聞き返されるとき気まじかった。大したこと言ってないのに、ああ気まじ、あ、気まじ、見られてる。ああ気まじ、早ー帰ってくんの。あ、あ、よろしくお願いします。はい。あさってが入れるんですよ。はい。受かった！気持ちいい！はい、失礼します。ええー、あの気持ちいい人受かった！はい。僕、はい、今からの面接の。あ、面接の必要なし。落ちたー！そんなことある？一応どっちか見ようや。両方見た上で選ぼうや。あの気持ちいい人が完璧やったんや。この店にフィットしてたんや、あの気まじい人。ああ、気まじい。あんなことあったらもうこの店使われへん、お客さんとしても。あの気まじい人おるから。すいません。失礼します。ああ、気まじかったー。いろんなバイト面接の結果をこの YouTube で報告していこうと思います。今回は、まあ、不合格だったんですけども、また新たな店で。すいません。あの、なんか、店長がこの店前でなんか撮影してる人がおるから、やめさせてこいって言われたんですけど。あ、すいません。あ、はい。なんで、一応まあ、はい。すいません。僕は別にいいんですけど、店長が。はい。気まじい。あの人やん。俺の代わりに受かった人やん。気まじい。気づかれたくない。すいません、ありがとうございました。あ、すいません、なんか。いえいえ、はい、全然、撤収します。はい。すいません。気まじい！すっかりお店の人になってる！ぜひ読んでください。室内でフルマラソンチャレンジ中！室内でフルマラソンチャレンジ中！横切り茶髪です。あ！横切り茶髪が通った！そんなあなたにネタサロンを紹介します！ジャルジャルタワー！